マッハの700まだ買ってみます？いやもうそんな恐れ多いもうでも40年も前のバイクでね、可愛いですね。うん、これは当時市販車世界最速のバイクだったんですよ。昔の機械ですね。そんな40年前のバイクって見えない、うん、昔の機械だ破壊だのバイクで有名なんですよ。あ、まだ買いますよ。いっぺんマッハの700。あ、いいんですか？大丈夫大丈夫です。SF、SF。うん、忍者の SF。俺はかっこいいこと。変わったバイク。あれがほら、今忍者の線ありますやんか。H2。これの名前をついてるんですよ。あ、知らないからえな。めっさ似合うやん。お買い上げありがとうございます。どんなんなんだな、これ。だって当時世界最速のバイクやからね、こいつが。でもかっこいいね、やっぱり。うん、もうでもね、42年前のバイクになるんかな。初めてまたがった。うん、あ、またがる、またがる、こんなチャンスないから。足つかへん。うん、足つかへん、ステップの上足置いてくれたらいいよ。もうなんか乗りやすいようにクラッチも油圧にしてね。うん。やっぱ早いですよ。だって当時はこれに乗れるから男川崎って言われたぐらいだから。コンパクトなんですね、意外と。でも当時はめちゃめちゃでかいバイクの部類。ああ、そうなんだ。意外と。これはヤマハのなんていうバイクですか？SFR900。何年モデル？どうやん、だから16年、ほら33番なんですよ。めっちゃええ。いや素晴らしい。これは手放したらあかんで、ね、16年モデル17年モデルなんかな。16やね、うん、これはすごいわ。33番っちゅうのがへえ。あ、エンジンかけてください。エンジンを取ります。このマフラーもノーマルのまんま。マフラーはノーマルで、サスはオレンジ入れてんやね。メーターの起源ですね、ほら。低いからこう来てくれたらいいからね。こうまっすぐ。はい、よ、洗い。